はい、えー。それでは今日2本目の動画です。スライドを見てください、えー。今日の授業の後半では、2変数関数の極値問題についてやります、えー。それをやる前に、1変数関数の極値問題について復習をしましょう。1変数関数の極値問題については、高校の時にやってますよね。えー、それの復習をします。 まずこの定理を見てください。関数 fx が微分可能で x イコール a で極値を取るならば f'a イコール0であると。こういう定理です。この定理のおかげで極値を与える点の候補を見つけることができたわけです。はい。次にこの定理。 関数 fx が c 2級で、x イコール a で f'a イコール0、fw'a が正を満たすならば、fx は x イコール a で極小値を取るという定理です。で、この定理において、こっちの不等号を、ここの不等号を反対向きにすると、 ここの極小値が極大値に変わります。え、これ、この二つが成り立ちます。はい。で、この定理のおかげで、えー、こっちの定理で見つけてきた極値を与える点の候補が、本当に極値になるのかどうか、そしてそれは極小値なのか極大値なのかを判定することができたわけです。ですから、 一変数関数の場合は、この二つの定理で、え、極値問題を解決することができたわけですね。で、二変数関数の場合も、この二つの定理と似た定理が成り立ちます。はい、それを今からやります。え、その前に、 えー、二変数関数の極小値、極大値を定義します。関数 fxy が点 ab で極小値を取るとは、点 ab の近傍の点、xy に対して、この fab が fxy よりも小さくなる。こうなるとき、これが極小値だったわけですね。これが極小値。 で、この極小値を取るということです。で、同じように、えー、点 AB の近傍の点 XY に対して、この FAB が FXY よりも大きくなっているとき。このとき、これを極大値と言うんですね。はい。で、極大値を取ると言います。はい。で、 えー、二変数関数については、こういう定理が成り立ちます。定理3.18。関数 fxy が変微分可能で、点 ab で極値を取るならば、fxab イコール0、fyab イコール0であると。こういう定理です。で、この定理は、先ほどの この定理を使って証明することができます。はい。それをやってみます。はい。証明。はい。関数 fxy が点 ab において極値を取るならば、この2変数関数のうちの後ろのこの変数 y を b と固定しちゃいます。はい。そうすると、 この fxb っていうのは x が変数の1変数関数になっちゃいますよね。で、この1変数関数も x イコール a で極値を取ることになります。なので、先ほどのこの1変数関数のこの極値の定理を使うことができます。で、この fxb、これを微分してやると x で変微分したことになりますよね。 で、ですから、この fxab イコール0を導くことができます。同じようにして、fyab イコール0を導くこともできます。はい。この定理3.18が成り立ちます。で、この定理を使うと、極値を与える点の候補を見つけることができるわけですね。 定理3.18より、この fxab イコール0、fyab イコール0となる点 ab が極値を与える点の候補になります。で、このような点を定流点と呼ぶことにします。はい。じゃ次にこの定理をやります。定理3.19。関数 fxy が c 2級で、 点 AB で FXAB イコールゼロ、FYAB イコールゼロを満たすとします。つまり定流点だとします。この時、カッコ1番。この条件。この条件って先週やりましたよね。これは下に一つの条件でした。この条件を満たすならば、 fxy は点 ab で極小値を取ります。次2番目。この条件。この条件は上に一つの条件でしたよね。この条件を満たすならば関数 fxy は点 ab で極大値を取ります。次に、この条件。 3番目はこの条件。この条件は、暗状の条件でしたよね。この条件を満たすならば、fxy は点 ab で極値を取らないということがわかります。はい。で、えー、この定理ですが、えー、この定理を証明しています。まずですね、えー 条件として、fxab イコール0、fyab イコール0がありますね。はい。で、2、えー、変数点、二変数関数のテーラー展開の公式を思い出します。今、1、え、次、ー、の項の係数が0なわけですから、1次の項がないわけですね。定数項の次に、次定数項の次に、2次の項があります。これ、h と k を、 え、変数とする、これ二次式になってますね。で、えー、この二次式、二次式のグラフの形は、この係数の条件でわかるんでしたね。係数が、こういう条件を満たす。ならば、グラフは、グラフは、えー、下にとつになります。なので、極小値を取るわけです。次に、係数が、 この条件を満たすなら、グラフは上に凸になります。なので、えー、極大値を取るわけです。次に、係数がこの条件を満たす。この時、グラフは暗状になります。ですから、極値を取らない。ということがわかるんですね。はい。え二、ー、つの定理がわかりました。 えー、この定理によって、極値を与える、こう、極値を与える点の候補を見つけることができます。そして、この、この定理によって、その点が本当に極値を与えるのかどうか、極小値か極大値か、で、あるいは極値を取らないのか、そういうことを判定することができるわけですね。はい、これで、二変数関数の極値問題を解決することができます。 はい。それでは、この二つの定理を使って、演習問題をやってみます。はい。こういう例題をやってみます。fxy イコール x の3乗マイナス 3xy プラス y の3乗。この関数の極値を求めようという問題です。まず、定流点を求めます。えー この関数を x で偏微分するとこうなる。y で偏微分するとこうなります。で、定流点というのは、fx イコール0、fy イコール0を満たす点が定流点です。ですから、この2つの式を連立させて解きます。まず1つ目の式から、y イコール x の二乗になりますね。 それを二つ目の式に代入すると、こうなります。x の4乗イコール x。こういうふうになります。で、この式を解いてやると、x は0か1です。で、x が0のとき、y も0になります。x が1のとき、y も1になります。ですから、定流点は00と11です。 はい。次に、えー、こういう計算をします。はい。では、これを元にして、えー、今求めた二つの定流点が、えー、本当に極値になるかどうかを確かめてみます。まず、00については、これを計算してやると、マイナス9。負ですね。ですので、グラフは暗状です。ですから、極値を取りません。 ですから00では極値を取らないということが分かりました。はい、次。11では、はい、これを計算すると24で正ですね。で、これも fxx も正です。ですので、グラフは下にとつだということが分かります。えー、ですから、極小値を取ります。で、えー、極値を与える点の候補が2つで、 こっちでは極値を取らない。こっちでは極小値を取るというわけですから、以上より関数 fxy は11で極小値 -1 を取るというのがわかります <laughs>、えー。それではちょっとグラフを見てみましょう。マキシマでグラフを見てみます。はい、これですね。えー 停留点は、まあ、こあこたりですね、ここあたり。ここが11です。ここの11では、見ているの通りね、えー、極小値を取ります。で、もう一つ、えー、00ですけど、00って多分、このあたりですね、このあたり。ちょうど暗状のところです。で、ここでは、えー、極小を取らないというわけですね。 ま、こういうふうに、えー、二変数関数の極値問題を解くことができます。えー、この例題に習って、えー、宿題の二つ目をやってください。えー、最後に連絡です。えー、宿題プリントはカメラなどで電子ファイルにして、マラビネットに提出してください。提出締め切りは6月14日にします。はい。それでは今日の授業はこれで終わります。